環境を守るというためにもですね、それから子孫のことを考えてもですよ、二酸化炭素を増やす、減らすんじゃないですよ、増やすということは実に大切なことなのに、なぜ日本人だけが世界で二酸化炭素が悪者だと思っているのかと、これは実に不思議ですね。まあ、科学の問題ではないと思われますね。でむしろ科学の問題ではないというよりか、むしろ科学嫌いじゃないのかというふうにさえ思うわけです。地球が46億年前にできたと思われるんですが、その時には大気が二酸化炭素であったと、まあ、いうことは、まあ、誰もが知っているといったら変なんですが普通のことなんですね。現在空気の大半を占めている窒素というのは、まあ、その頃には二酸化炭素の20分の1しかなかったわけですから、まあ、ほとんどが二酸化炭素だと、まあ、酸素はなかったわけですね。現在でも金星、火星の大気は 95% が二酸化炭素で、それはどうしてかって言いますと、金星とか火星がちょっと暑かったり寒かったりしてですね、生物が誕生しなかったわけですね。まあ、生物というのは先日目で言えばですね、命っていうものですかね、空気中の二酸化炭素を食べながら生きると。で、まあ、二酸化炭素の中の炭素の部分を自分の体にし、酸化っていう酸素の部分を空気中に吐き出したということですね。ただ普通の場合はですね、生物が死ねばまた腐敗して二酸化炭素に帰るんですけども、一部がどうしても地下とか海底に沈むわけですね。それが石炭、石油、天然ガスであると、生物の死骸であるということですね。それで酸素は吐き出しますんで、二酸化炭素を炭素と酸素に分けますとね、炭素だけが土の中に潜っちゃうので、空気中に出した酸素はそのまま残ってしまう。これが現在の 21% の酸素ということですね。で、まあ、もともとゼロだったやつが 21% もなっちゃったと、こういうことですね。つまり地球が誕生した時には大気の 95% が二酸化炭素だったのに、それが今や 0.04% まで下がっちゃったわけですよ。ですからその分の二酸化炭素は一部が酸化カルシウムなんかと結合して炭酸カルシウムとなったりしてますが、まあ 21% 分が炭素として地中に貯留されていると、まあ、いうことになるわけですよね。で IPCC の見解によりますと、今後100年間で 0.05% に増えるということを言っておりますので、戻るということを言ってるんですね。二酸化炭素が 0.05% に増える、つまり100年間で 0.01% 増えるということですから、まあ1年間に1万分の1%ですから、100万分の1増えるっていうんですかね、まあ、それだけ増えていくんじゃないかと、まあ、こういうふうに言ってるわけですね。で元に戻るわけですから、つまり二酸化炭素はもともとが多かったやつがだんだん減ってきたわけですね。まあ、恐竜時代どのくらいの二酸化炭素だったかというのはいろいろ議論があるんですけど、まあ、1% ぐらいと、まあ、いうふうにしますとですね、そうしますと、そこまで、地球が帰ってもですね、恐竜が我々快適に住んでたらみたいなんで焼け死ぬことでもない、まあ、若干暖かくなってシベリアとかカナダに住めるようになるかもしれませんし、また海の温度がそれほど上がらないということで、まあ、赤道近くの陸地だけがやや1万年後ぐらいには住みにくくなるかなと、まあ、こういう感じですね。まあ、大体私たちの体っていうのは二酸化炭素が 1% とか数パーセントの時にできているので、まあ、現代のように寒いとですね、我々のように衣服を着たり暖房を必要とします。まあ、昔はの生物は暖房も衣服もありませんので、だいたい今の台湾ぐらいか、もうちょっとフィリピンぐらいまで暖かくならないとですね、まあ、少し住みにくいわけですね。まあ、フィリピンなんか行きますと本当に住みやすいですよ。もう冬でもね、ある程度シャツ1枚ぐらいで住むということですね。こんなの当たり前ですよね。あまりに当然なので、温暖化っていうのが政治的な問題になることはそれはあるでしょうけども、あまり真面目に考える国民っていうのは日本人以外にはないわけですね。ドイツ人はちょっと日本人と似たところあるので考えたりしてますが、それでもなかなかずるいところがありまして、まあ、1990年基準、これは東ドイツと西ドイツが合併した年なんですけど、まあ、そういったところを基準にしてやるっていうトリックを考えたりしてるわけです。
まあ、そういった世界、つまり科学を重視している世界の中で、不思議なことにですね、科学技術立国っつってる日本人だけがですね、まあ、利権だと思うんですけどね、目がくらんで、まあ、二酸化炭素を悪者にしている。まあ、特に私が問題としてたのは、例えば元の東大総長ですね、温暖化の危惧をずっと唱えてるんですが、この人は工学系なんですよ。私ともちょっと専門が近いんですね。まあ、個人的にも知ってるんですが、彼はね、東大総長になるとかそういうことは興味あるんですけども、科学には多分興味ないんですよ。多分っていうか私知ってるんですけどね。だから多分不勉強で、まあ、地球の生命の誕生とか生物の歴史をよく勉強してないんじゃないかと思うんですね。っていうのはちょっと東大の総長だから失礼だっていうふうに言う人いるんですけど、そんなことないんですよね。東大総長が一番学問的に上だったら東大総長がノーベル賞を取るんですけど、まあ、そうじゃないわけですよね。まあ、無知なんですよ。もう失礼なんですけど無知なんです。私彼の論文も読んでますしね、それから言ってることも聞いてるんですけども、やっぱ知らないんですよ。自分の狭い専門を知ってるってことと、それが卒業したらやっぱり総長とかそういう学部長とかいう管理が好きなんですよ。威張るのが好きなんですね。ですから、まあどうしてもまあそういうことになってしまって、また発言もそうなんですね。世界に行ったらみんなが温暖化って言ってるのに、日本の中でそれに反対を唱える学者がいるなんて、もう180度間違ったこと言うんですけど、我々はそういうこと言うのが平気な人なんですね。まあ、困ったもんですね。私は子どもたちに、まあ、科学を教えなきゃいけないといい、まあ、かつ理科離れを嘆いているということの源とですね、大人がこれほど科学を無視した社会の活動とか政策を続けているということがありますとね、やっぱり日本の科学技術が廃れて、まあ、架空のことを現実のもののように言うというのがうまい人、言ってみれば悪いんですけど、元の東大の総長がそうなんですけども、まあ、そういう人が大きな顔をするということですよね。私はまあこの記事を書いてるうちにですね、実は科学技術立国と日本は言うけれども、それは今まで儲けるための小手先のことだったんじゃないかなと思うんですね。まだ日本はまだまだ科学技術の心というものを持っていないような気もしました。というのはですね、過去に地球が 95% の大気が CO2 である、恐竜の時代には例えば 1% でも 3% でもいいんですけども、まあ、そういった時代であった。自分が吸う息は 0.04% の二酸化炭素だけども、吐いてる息はまあ 3% ぐらいの二酸化炭素だと、まあ、こういうのは科学的なことがわからないと、もちろん地球温暖化とかわからないわけですよね。ですからそういうことが気になるんですよ。私なんかも当然気になるんですね。まあ、科学者ですから当然ですけども、科学的事実がなければやっぱり意見は作れないんですよね。だから私なんかは普通にはですね、何二酸化炭素減らそうって、いや増やさなきゃいけないんじゃないのと、まあ、地球ができて46億年、生物が生まれて37億年、どん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 二酸化炭素を使って実に 0.04% になり、もうある程度経ったら二酸化炭素がなくなって生物が全滅しちゃうと、そこに人間というのが登場してきて、地下からかつての生物の死骸ですね、石油などを掘り出して、それを前に生物が出した息の酸素と結合させて、そして二酸化炭素として空気中に戻すということができる生物が初めて誕生した。その生物がですね、二酸化炭素を増やしても昔に戻しちゃいけないってことになるとですね、まあ、地球はこのまま滅びてしまう。まあいいですけどね、地球の生物が滅びてもいいですけども、そちらの方がいいんだということがおかしいですね。今農業が非常に苦しんでますけど、農業が苦しむのはもちろん二酸化炭素が少ないからですよね。私たちの人間というのは血管があって、生物は基本的には空気中の CO2 を、二酸化炭素をそのまま食べられるんですけど、人間は食べられないもんですから、その代わり、人間の代わりとして稲を育てて、稲が CO2 を食べて、二酸化炭素を食べて米にして、その米を人間が食べるっていう、まあ、稲とかそれから犬ですね、こういうのはまあ家畜だったり作物だったりするんですけども、私たちが生きていく上で不足しているところを補ってくれる生物なんですよね。
だから人間は何か二酸化炭素がなくてもいいように思いますが、米が取れるということは二酸化炭素があるということですからね。それであとは程度問題なんですが、まあ程度問題としてはですね、まあ 1% ぐらいまで持ってくるいけばですね、一応人間が環境を守ったというふうに言えるでしょうね。そのためには100、1万、これから1万年間一生懸命今のペースで二酸化炭素を出さないとですねならないんですよ。まずはそこからスタートですよね。だけれども減らした方がいいという意見もないじゃないですよ。だけども私たちは長い間二酸化炭素を私たちが生物が使ってきて、もう今や 0.04% になってなくなる寸前で、しかも地球も寒いと、今第二氷河時代ですけど、少し戻さないといけない。まあ 1% ぐらい目標に、1万年ぐらいかけてやるか、まあ1000年でいいか10万年かけるかっていう議論をするのはいいんですけどね。いずれにしても二酸化炭素を増やすっていうことは非常に環境を守るため、命を守るために正しいんですけども、なんでこれが日本で合意にならないのかと、まだもうちょっと心理を研究してみなきゃいけないでしょうね。これはもう科学としてははっきりしてるんですよね。二酸化炭素を増やした方がいいっていうのは科学としてははっきりしてる。だけどもそれが心理的な壁があるのはどこにあるのかということをもう少し、追求してみなきゃいけないと思います。